今日午後4時ごろ都営浅草線の車両が大宅内の車両で脱線しま失礼いたしました。大宅内の車庫で脱線しました。けが人はいませんでした。事故を受け浅草線は一部の列車を運休し、普段より本数を減らして運行しています。私は今都営浅草線孫目車庫近くの小線橋に来ています。あちらに見えますのが脱線した車両です。 現在30名ほどの作業員が復旧作業にあたっています。東京都によりますと、午後4時ごろ、大田区南間込の車両研修場から都営浅草線の西間込駅に向かおうとした車両が何らかの原因で脱線したということです。乗客はおらず、けが人はいませんでした。また、脱線した車両が車両研修場に残っている影響で、 都営浅草線では本来夕方の帰宅ラッシュ時に増便している車両を車庫から出すことができない状態が続いているため一部の列車が運休しています職員が脱線した車両を戻す復旧に向けた作業を行っていますが復旧のめどは立っていないということです大田区の脱線事故が起きた現場からお伝えします 今ご覧いただくのが実際に脱線が起きた車両なんですが事故が起きた当初は8両編成でしたただ脱線していない車両は先ほど切り離されまして5分ほど前に別の場所に移動しました今見えている3両が脱線したとみられる車両ですもう少し明るい時間には右に少し傾いている様子も見ることができました 午後6時ごろから作業員が作業を続けていましてこのあと車庫から器具を出して電車を下から持ち上げて線路に戻す予定だということです都営浅草線を普段から使っているというスーツ姿の男性は駅がいつもより混んでいる気がする仕事終わりで駅が混むのはきついという声そして路線を使う大学生からはこの線しか振り返られる線がないので困りますという声も聞かれました 脱線の影響で一部列車が運休となっていまして東京都交通局は JR 山手線や東京メトロ全線で振り替え輸送を行っていますここから最も近い西馬込駅では帰宅ラッシュの影響もありましてかなり混んでいる様子が見られました現場では作業が続いています